あなたも人騒がせですね。ありあり、心配かけちまったな。こう、どうしたの？お見舞いじゃないみたいね。珍しく昔みたいに熱でも出たのかしら。うん、そうなんだよ。月子こそ大丈夫なのかよ。こんなとこフラフラしてていいのか。今日はすごく気分がいいの。今はこうの方が病人みたいよ。大丈夫なの？あの、孝太郎さん、こちらの方はどなたでしょうか。あ、ごめんなさい、自己紹介が遅れたわね。私は城島月子、孝太郎のお姉さんよ。違うって、妹だよ。い、も、う、と。もう、こうは黙っててよ。あなたはこうに付き添ってくれたのかしら。ダメな弟でごめんね。結城さよと申します。孝太郎さんにはいつもお世話になっております。あのさよさん、こうから話は聞いてるわ。こんな弟だけど仲良くしてあげてね。なあ、だから月子、俺の方が年上だって言ってるだろ。もうこうったらそればっかり。ところで、あのってどういうことでしょうか。私のことをどう話しているんです。あのね、こうったら、そうだ、学園祭のチケットを2枚もらったんだよな。どうだ、一緒に行かないか。学園祭か、楽しそうね。学園祭とは楽しいものなんですか。楽しいけど、なんでだよ。何を祀る神事なのですか。ありゃ、もしかして勘違いさせたかな。いや、そういう難しいんじゃなくて、みんなでパーッと一日学校使って騒ぐんだよ。はあ、こうってば、さよさんはちゃんとした巫女さんなんでしょ。その説明じゃかえってわからないわよ。神事としての祭りじゃなくて、それに伴う神楽や宴会が独立したものも俗説的にお祭りっていうの。このみんなで集まって遊んだり騒いだりする方のお祭りの一種に学園祭があるの。よくはわからないのですが、それは巫女である私が言っても問題のないものなのでしょうか。大丈夫だと思うわよ、私は。学園祭じゃみんな趣向を凝らして出し物とかやるんだ。お化け屋敷とかアイスキャンディー屋とか、体育館で劇やったりさ。それは楽しそうですね。さよさんと行ってきたらどう。え、いえ、私は別に。楽しそうだとは思いますけど。どっちにしろ誰か誘おうと思ってたんだ。月子が外出できるなら一緒に行くか。いい加減姉離れしなきゃダメよ。いえ、せっかくですから兄弟水入らずで行ってきてはいかがでしょう。だってさよさん楽しそうにこうの話聞いてたから興味はあるんでしょ。一緒に行こうぜ、さよた。よく考えたら学校に行ったこと一度もなかったろ。でも、よくわかってない私よりはお二人の方が楽しいんじゃないですか。いいのよ、さよさん、気にしないで、思いっきり楽しんできてよ。それでお話をいっぱい聞かせて。悪いな、月子、この埋め合わせは必ずするからさ。だから気にしなくていいってば。私はこうとさよさんが楽しそうにしてるの嬉しいからね。
それでしたらお言葉に甘えさせていただきます。そんなにかしこまらなくてもいいよ。多分いっぱい珍しいものがあるから楽しんできてね。なあ、お土産期待してろよ。久我さん、久我幸太郎さん、お薬ができました。受付においでください。と、そろそろ行かねえとな。じゃあ月子、またな。行ってらっしゃい、こう。よう、どうだい。いろいろと分かりました。困った状況です。さて、悪い話でも聞こうかな。はい、源之丞さんとニュンヒさん、それと新霊長の資料で事態を絞り込めました。まず一連の噂です。これが変化してきてます。変化？七夕の夜か。はい、話はそうこうするとこうです。過去の暗い記憶が七夕の夜、暗黒の月を昇らせる。過去の暗い記憶に殺された人たち、過去の暗い記憶を恐れる人の気持ち、それが暗黒の月を昇らせると。だがキムさん、どうして七夕なんだ。前の事件の時は時間指定なんてなかったんだ。そこは私もシネチョも悩みました。結論として、今回の陰謀、その目的地帯の違いです。高雪や明星ちゃんが言ってた件か。おそらく今回の目的のためには以前と同じあり方ではダメなんです。いや、もしかしたら彼らのやり方では十分な丈の魔術が達成できないのかもしれません。だから彼らは人の力、噂だけでなく時間の力、精神のそれも借りようとしている。これが私と心霊長の推論でした。精神？なるほど、それで七夕なわけだ。そうです。さらに事態は複雑になっています。おかしい部分があるのです。どういうことだ。人の心の闇、過去の記憶、思い込み、広くは噂や無意識さえ、中国の陰陽思想では陰の領域と考えます。そして陰と陽はそれぞれ露呈します。陰極まれば陽生じ、陽極まれば陰生ず。これが基本です。今は夏、陽です。流血や忘却、これも陽に属します。この地形、一見すると陰が大量に絡んでいるようですが、実は陽の因子の方が多いくらいです。さらに
用数である7が重なる7月7日。この日は陽の因子が最も重なり、莫大な因を発生させることができます。推理としちゃ分からんでもない。しかしそれのどこがおかしいんだ。最初あまりにも大きな穴なのですっかり見落としていたのです。今の7月7日は新暦と呼ばれる太陽暦での暦計算になります。新暦となってますから、七夕と呼ばれた本来の七夕とは実は日数が異なるのです。精神の力の計算は本来は旧暦で行うもの。そして旧暦の7月7日は8月になってから計算にズレが生じるのです。なんだと。たくさんの人が七夕は新暦での7月7日と認識しています。そうなると噂は当然ですが、新暦7月7日が対象日となるわけです。ほとんどの人は七夕を旧暦日では考えませんからね。つまり噂の力に精神の力を乗せ強大な魔術を行使しようとしても、今の新暦7月7日では不十分なのです。キムさん、もったいつけなさんな。あんたらしくもない。探偵さんに話すんです。私も自分の推理にもったいくらいつけます。芸能嬢さんは23夜行というのを知ってますか？いや、知らないな。なんだいそれは。月待ちのお祭りです。秋にお月見の習慣があるでしょう。あれと同じに月の出を待ってお祝いをします。もともとは女性たちの祭りで、出産の時に助け合ったりするため信仰を深めるのが目的だったようです。これが変化して月の神を祭り、月の力を取り込む祭りに変化していきました。伝説ではこの23夜行の日、月は勝天使または月読みの御事という神になって祭りを行う人たちに恵みを施して回るそうです。23夜行はその名の通り、23夜の月の夜、半月の日に行われます。1月、5月、9月、11月が盛んです。キムさんや、で、そいつはどうこの件に絡むんだ？今年の7月7日は旧暦の5月23日。23夜行でも特に重要視される日です。おまけに石器はこの日、勝者、新しい木に入ります。それはもしかして宝太郎が新しい神だってのと絡めてあるってことか？はい、多分間違いありません。加えてセプテントリオンは23夜という古来月待ちの祭りに用いられた精神の力、これを利用する木です。新しい木という見立て、月にある力という見立て、
暗黒の月へ、月待ちの祭り。まだ今の時点では暗黒の月が何を指すのかは分かりません。ですが、これで大筋は外れてない。私はそう思います。なるほどな。よくわかった。キムさんや、続けて調べてもらえるかい？わかっています。あと、源之丞さん。孝太郎か。はい。連中にやっこさんを確保されると面倒なことになりそうだってことだろう。できれば知らせないのが無難かな。敵陣の真っ只中に飛び込まれてはどうしようもありませんからね。あいつのことだ。多少の罠なら突き破るだろうが、今の状態じゃ心もとない。フォローするにも限度があるしな。それじゃ引き続き頼む。はい、源之丞さんもお気をつけて。これが全部この祭事を祝いに来た方なのですか？まあそんなもんだな。はあ、さよたん、やっぱりあんたこういうお祭りは初めてなのか？仕方ないでしょ。ミブヤでは神事以外の祭りなど一つとしてなかったのですから。大丈夫か？大丈夫です。仕方ねえな、サヨタンは。ほら。子供扱いしないでください。でも、はぐれたら困るだろ。それはそうですけど。ああ、もう、時間がもったいない。痛かったか？はぐれたら困りますから。ああ。どうした、セウタン？死体の館。いけません。あやかしを普通のものが刺激するなど危険すぎます。すぐに倒さないと。ちょっと待て、落ち着け。サヨタン、そんな悠長なことを言っている場合ではないでしょう。だからそれは作り物なんだよ。作り物？そう、お化け屋敷っつって作り物の化け物で楽しむもんなんだよ。それは楽しいのですか？うん、学園祭っつったらこれがないとな。入ってみるか？はい。